今リアルで岡本和真がえげつなく打ってますけど、この世界でもそれにリンクしてめちゃくちゃ打ってくれてる大谷翔平や吉田正尚以上にホームランを記録していて、今リーグの本塁打王の9本だってやべえだろこれ。それでいて OPS もこれだけ高い。こんな選手がいたら当然負けることなくここまで20戦20勝を挙げてるうち侍ジャパン。ちなみにこの世界には岡本和真が2人いるんですよね。このパリーグにはうちの侍ジャパンの岡本で、もともと巨人にいる岡本和真は今のところあこれ1割5分7厘、同じ世界に岡本がいるけどここまでの違いがあるっていうね。片やあれだけ打ってリーグの本塁打を、片や1割5分7厘1ホーマー7打点、同じ能力でここまでの違いが生まれてる。その理由を紐解いていくと、おそらくチームの順位が関係してるんじゃないでしょうか。セリーグ順位を見ていくと、ジャイアンツは7勝7敗、勝率5割、決して多く負けてるというわけではないけどいいわけでもない。このリーグというのはリアルな前半戦で勝率上位5球団以外のチーム、まあ、つまりは弱いチームをこっち集めてるんですよ。そんな弱いリーグで大した数字を残せてないチーム状況だからこそ、そこに飲み込まれて、あの岡本はあんな風になって、こっちの岡本はあれだけ打ってる。やっぱチームの違いって個人にも大きな影響がありますね。こっちいる岡本は今日もおそらく活躍してくれるはずなので、その辺注目で、今日大谷翔平二刀流起用で先発で、また野手としても打席に立つわけなので、ここまで二刀流として完璧な活躍をし、まだ一度も負けてない大谷で負けるわけないよね。当たり前に勝つ、何の苦戦もないんだ、あってはいけないんだ。相手阪神はそんなに強くないチームなんでね、ここまで簡単に勝ってきた。はい、序盤から得点はないので、これてか岡本の打順上げた方がいいかもね。村上の下で起用してるけど、もっと上で使った方がいい。これだけ打ってる選手がいるのであれば、やっぱ打順をその時その時で変えていかないとね。そしたらより簡単得点取れるようになりますから。実際やっぱ村上がここにいることによって、その村上もね別に打ってないわけではないよ。それなりに打ってはくれてるけど、岡本と比較してみ、そこまででもないでしょ。だからやっぱり、打順の並びをこれから変えていこうかなと思ってるんですけども、1対1で6回裏を迎えて、お、大谷翔平がここで打たれて、そう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 、やばい、7回得点もなく、7回裏、このまま大谷翔平で行ってもらいましょう。次、打席回るとこなんでね、抑えてもら、エラーが絡んで、でも失点につながることはなく、さあ、7回、先頭バッター、ヌードワから始まるところ、やらないと得点が入らず負けてしまうところ、8回ですね。ここ注目して、負けたくないんでね、ここまでやってきたんで、こんな負け方いらない、終わり方いらないよ。負けたら終わりのシリーズ。ヌードワに関しては、今日全打席出塁してくれてるけど、得点には1点しか絡んでいないというね、まあいい、ここではしっかりと絡んでいくから、大丈夫、1点で泣きを見ないからね。まあ、とはいえ、カイはもう8回で6つのアウト取られたら終わりというプレッシャーはあるけど、ただ普通にやれば普通に得点を取って、普通に勝てるとこ、普通にやる何も難しさはないはずなんだけど、なんでこうなってしまっているのか。鈴木誠也、今日併殺記録してますね。こいつのせいで得点が入っていないが、ここでようやくチャンスを作った。いやでもお前がもっと2番バッターとして機能してくれてたら、もっと簡単勝てるよね。つまりやっぱ打順並び替えた方がいいんですよ。2番に鈴木誠也がいることは正直プラスの働いていない。2番大谷にして、3番吉田、その後岡本でも全然いいよな。まあそれは試合終わり、次があればの話ね。もう変えることはできない、この試合勝たないと。大谷翔平のバットで全てをひっくり返すことができたらいい。このまま行けば本人に負け投手の権利がついているから、大谷翔平で負けることになる。そんなの絶対嫌でしょ、絶対嫌、本当に嫌。わお、わお、でも吉田いるからね、吉田でやればいい。今日タイムリー打ってくれてますけど、散々吉田で打ってきたよ、だからこんな数字を残してる。ここでも同じですよ、ピンチな時は吉田。まさしく今メキシコ戦と同じ状態だと思うんですよね。負けてる場面の8回の打席って感じで、あれ8回だったかな、あまり記憶に残ってないが、まあでも同じようなシチュエーションであることは違いはない。吉田のホームランでひっくり返したらいい、簡単な話じゃないか。やろうぜ。塁上にいる鈴木誠也も一発で返す予定なんで、まあ風がちょっと逆の風が吹いてるんで、そこが気になるんだけど、関係ない、風を遮ってホームランにしてやる、その気満々。はい、来たー、乗れ、行け、言ったろ風は関係ないと。はい、吉田、また吉田、いつだって吉田、もう本当に吉田なんです。いつだってチームの危機を救ってくれるのは、助けてくれるのは、リアルでもそう、この世界でもそう。吉田がいなかった世界線も十分考えられるからね。本人が出たいと言って出たのが吉田ですから、本人が出たくない、メジャーに集中したいと言えば出てなかった。でもそれは吉田正尚じゃないから、出たいと言ってそこで活躍して今メジャーでも活躍してるのが吉田正尚なんですよ。危なかった、どうなることやらと思ったけど、まあでもこういうことってこれからもあって、これまでもあったからさ。でまだ終わってない、そう、まだ逆転しただけだからね。回はあと2回残ってます。相手の攻撃はそこでどうやるか、まずとりあえずここ注目したい。じゃあこの後の8回裏も抑えていこうとは考えているので、大谷翔平はもちろん変えますね。ここまでの投球で十分とは言えないよ。勝たせる投球をして欲しかったし、勝たせる状況をもっと野手が早めに作っておかないとダメだったんですけど、今勝ってるで、勝てばいい。最終的に体力的にまあいけなくはないんだけど、もう無理させるシチュエーションでもないから、あとは逃げ切りで戸郷ですね。ほんで最後は湯浅、阪神相手にこの阪神の四軍守護神で抑えていくことになりますけども、まずは戸郷やな。
シト、な、あん、わ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 、投げる必要ないよ。投げる必要全くないよ。全くないから、全くないことすんなよ。うん、フォーク、落ちない、落ちない、落ちない、ヌートバーのとこ。よし、で、近本、ちょっと塁に出すとめんどくさい選手なんで、ここ出さないように。よしよし、初球簡単に打ってくれて。アウトどうなることやらと思った流れ。いや、まだ終わってないから、何終わった気になってんの？終わらそうとしてんの？いや、わかるよ、気持ちはね、早く終わらしたいという、その気持ちは理解できるんだけど、終わってないから終わろうとすんな。うわっ、フィールディング能力が高いところなんだけど、さすがあれ直接キャッチできなかった時点でこうなることは目に見えたよね。今風によって打球戻されたんですよ。風吹いてなければそのまま取れていたと思うし、もっと早い処理でアウトできていたところ。この風は阪神にとって味方の風なのか、ここでノイジーですね、こいつのタイムリーによってまあこういう点差にもなったんですけどね。あと今日エラーがいっぱい絡んでるんですよ。うち盗塁は、はぁ、ワンヒットで同点のシチュエーション、引き分けも許されないんだから、当然ノイジーに打たれることなく簡単に抑えていこう。ノイジーだぜ。ノイジーに物語を終わらせられるなんて、そんなこと許されるわけがない。当たり前だろう。よし。で、最後、フォーク。よし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 。抑えて。さあ、俺ができることはやったよ。逆転もした。8回裏だって抑えた。じゃあ、9回の表に追加点があって、9回の裏を抑えて勝つんでしょ。きっとそうなるんでしょ。間違いない。岡本和真から始まるところだから、なおさら期待するよね。相手ピッチャー、ケラーに変わったところ関係ないって、簡単に打ってくれるはずだって、そして守ってくれるはずだって、見守りましょう。岡本アウト。その後、繋がることはなく、大山から始まるところ、ピッチャー、湯浅ですね。現在の守護神ですから、こいつで抑えてもらってゲームセットなるか。阪神さんの選手なんで若干恐怖あるけど、何も起こらないよね。大丈夫だよね。うん、うん、抑えてゲームセット。どうなることやらと思ったゲームでしたけど、最後に勝てたのであればいい。明日に生き延びることができるのでね、勝ったら負けたり引き分けたら物語が今日この瞬間終わってたところ、一歩それを回避できた。これで大谷翔平無傷の5勝目、また吉田が今季8号目といういい場面で持っていくことができた。決して簡単な球ではなかったけどね、すごく難しいところも決まって、相手からしたら打ち取ったりって感じだったと思うんだけど、ごめん、それ吉田には通用しないんだわな。ほら、悪くはないですよ。決してスプリット追い込まれた状況でいいとこはついてきてる。まあ、CT はもうちょっと落としてたら打ててたかどうかは分かんなかったけども、今日チーム全体で2個のエラーが生まれていて、1個が村上。あ、やっぱ村上なのに、いつも村上なんだよね。ほんでもう一つは牧原、源田が本職なんですけど、その源田がまだ復帰しないからね、しばらく牧原を起用していかないとダメで、それでいて打ってくれてるんだったらいいけど、打ってくれてないのにこんなエラーまでするっていうね、すごーく印象が悪いね。注目してた岡本に関しては 3-0 で途中で代打送られてる。てっきり俺は岡本のバットによって簡単に勝てんのかなと思ってたんですけど、当てが外れた。いや、まあでも次のゲームでは打ってくれると思うし、やっぱ並びは変えた方がいいかなと。今村上よりも岡本の方が打つ確率高いのであれば、打つ確率の高い選手をよりね、早く並べて、上の方で並べて得点を取るってした方がいいじゃないですか。わっわっわーつ、牧原までも怪我、全チームから脇腹痛。待て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 、何この展開。せっかく勝ったのこういうことがついて回るのがうち侍ジャパン。こっから牧原は3日間使えないし、源田も復帰まで10日間かかりますからね。やばいやばい、だん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 ショートを守れる選手が少なくなっていってる。今うちの選手でショートを守れる適性がついてるのは周東ですね。適性に関しては E の48なので、決していいとは言えない。守備力もそんなに広いとも言えないし、エラー持ち。もう一人は中野ですよ。こいつがあかんねん。補給 F の38、一応本職はショートで守備力自体はあるけど、補給とエラー、また送球 E 持ちもやばいだろ。こんなやつ起用したらこいつのせいで負けることが想像できるんだけど、ただ本職はこいつしかいないのであれば、こいつをスタメンで起用するしかないでしょ。牧原が復帰するまで8番を任せることになるかな。もちろん遊撃手で、それ以外の並びも当然変えていきます。岡本1つ上げて5番、いやもうなんなら大谷2番、鈴木誠也をね6番、いや5番あたりまで落として、そして4番岡本。やっぱこのね、今4人がすごい出塁してくれて打ってくれているのであれば、簡単にこの辺で得点取ればいいんですよ。それよりも俺は今こっちの心配をしてる。中野がね、中野のせいでね、中野のせいで何かが起こって、何かのせいで負けて嫌だよ。そんなこと絶対ないようによろしく頼むぞ。牧原が復帰するまで、源田が復帰するまで務めてくれたらいいから。この後移動日があって1日経過して、そしてこれから始まるのはロッテ3連戦、こちらの本拠地で行われ、2試合目までは中野を起用することになる。3試合目からは牧原復帰するか、そこは牧原なんだけど、そこに至るまで負けたら終わりだよ。なんだかすんごく嫌な予感がしてますけど、そのすっごく嫌な予感が的中しないことを祈りながらやるしかない。先発は今永を起用して任せることになります。野手に関してもさっき設定した通りで、並びを変えたことによって、またこれまで起用してなかった選手を起用することによって、何が一体生まれて弾けて飛んで消えてなくなることになるのか。いや消えないよ、なくならないよ、弾け飛ぶことだってないから。とにかく打線の皆様が打って
って、多少守備のミスをしてもいいくらいの点差にしておくこと重要ですね。また俺の手でそうしていくのもありですよ。できれば早い段階で注目してやっていこうとは思ってるんですけど、とりあえず序盤を抑えてくれましたとさ、エラーが絡むことはないよな、いきなり生まれないよな、あまりショートを打たせないようにしろよ、相手の守備は不安だぞ。で、石川歩夢を抑えられてるな、こちらの野手陣が。全く得点を取れていない、ヒット1本も出塁もできてないぞ、簡単に抑えられている。ここから2巡目にうちの打線が差し掛かる、その前に得点を許すことはなかったが、得点を取れることもない。並びを変えてより期待してるんだけどな、もうそろそろ注目した方がいいかな。5回のマウンド、ミスはなく抑えてくれてる、互いの投手が抑えてますね、抑えられてるんだよね。こっちも6回の表もこのまんま選手任せる、今永任せる形を取ると思うんですけども、やることはなく、そして下位打線でチャンスを作ったが得点は取れず、ほんで次吉田正尚から始まるところだから7回の裏注目して、で7回のマウンドに関してはこれは今永自身に任せる形で、スタミナも若干切れかけではあるんですけどね、いけると思いますので、このまま行ってもらいましょう。え、大丈夫だよね、大丈夫だよね、やるなよやるなよ、やらなかった。あ、でちょっと待って、やろうと思ってたんですけど、すでに吉田正尚の打席が消化されランナーがいる、そのシチュエーションから注目していきましょう。できれば頭からやりたかったんですけど、ちょっと間に合わなかったね。7回の裏ランナーがいる、岡本の打席注目して、そこで得点を取ればいい。思ってたゲーム展開とは違うけど、結果としては守れているし、ほんでここで得点を取れば勝てるから、相手ピッチャー坂本ですね、変えてきたところなんだっていいぞ。吉田のとこダイソーを送るっていうのはちょっとゲーム展開的に早すぎる、もしかしたらというシチュエーションもありうるしね。だからこそここでは送れない、後のゲーム展開を考えたら、ここで得点を取って勝つのが一番簡単なんで、送って勝負に出るっていうのももちろん手としてはあるんですけど、なんか出れないな、怖くてあまりね。あー、これはゲッツーはないんだけど、求めてる結果これじゃない、思いのほか岡本で活躍できないな。でチャンス弱い鈴木誠也で何ができる、いやいろんなことができるはずだったんだけど、これはメジャーリーガー鈴木誠也って感じ。最近もうスタメンで使われることないよね、カブスで、この世界でもそうかな、使う意味がないような気がする。さあ村上申告敬遠でくるわな、やっぱ並びを変えたことによって岡本が後ろにいたから村上申告敬遠されること、これまであまりなかったんですけど、この後入るのは山田哲人で打ってないだからだよね、舐められたもんだよお前、トリプルスリープレイヤーがよ、じゃあ打ってやる、ここで打つために申告敬遠したんでしょ、きっとそうだ、そう思わしてやるよ。山田に打たれるか村上に打たれるかで、山田に打たれるを選択したのがお前たち。詰まった打球が落ちることはなく、注目したイニング得点取れず、なんでこういう展開になっちゃってんの、おかしくない、俺が求めてる通りじゃないんですけど。で相手なんか能力上がってますね、このまま8回のマウンド抑えていきましょう。怖いですよ、おっとバントバントバントを揺さぶってきたね、普通に打たれる方が怖いですから、余計なことしてくれんなやって感じ。今永でいけるかこのマウンド、ランナー出すようであれば当然変えていきますけどね、出さないのであればこのまま今永で、あ、はい出した、はい出した、はいピッチャー帰る、遅いね、後手後手回った時もうすでに負けてるんだぞ、敗北者なんだぞ俺たちきっとね。やばいな、能力上がってるから相手ロッテ打線なんて大したことないんだけど、簡単に打たれる。ここでちょっと状態のいい宮城を起用してみようかな、その宮城で抑えていきたいという気持ちはある。盗塁は決められる、安易でしたね、初球から変化球を投げて決めさすっていうのはもったいない。でその流れから取った取った取ったんだけど、ランナーは三塁に行ってワンアウト、バットに当たれば次の得点が入って、それでいて負けるなんてことは許されないよね。前進守備で絶対に防いでいきましょう、次の得点を。バント、うん、やったやった、こういう形で、うん、無警戒にも程があるね、当然スクイズ考えられるじゃないですか。でやられたとね、うん、ここで相手に先制点が入りました、その得点によって負けて終わる物語になっちゃうの。的に中野のミスとかによって負けるんだったらまだ納得できた、あこいつのせいでって、でも関係ないよね、中野何のミスもしてないし、というのは打ってもないけど、え、その中野から始まるところもう打線がひっくり返してくれるしかないですからね。どうなる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 どうなっちゃうの、俺がやれることはもうないんだよな。あとは侍ジャパンの選手を信じ、中野を信じましょう、中野から始まるところなんで、中野がきっと何かしてくれ。ホームランで同点で、でランナー1人出て1番のヌートバーに繋がるところ、相手カスティーヨから打ちましたね。さあさあさあ次の得点取れよ取れよ、取れないのか、同点で引き分けてもいかんのだからな。まあとりあえずここで負けることはなくなったんだけども、やるなよやるなよ、やらなかったね。で次の得点を取って取って取って、終われ、おわ、延長突に引き分けも許されないんだから、取れよ、取るんだぞ、きっと取ってくれるんだろ、中野がまた打ってくれるのもいいぞこの際な、とにかく引き分けも許されないんだ、取れよ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 。ここでの得点はなく、残すは2イニング、引き分けたら終わり、繰り返しよ、終わりだから。宮城はもう変えますね、ここ宮城を変えて誰で行くかって言われたら戸郷を出して、戸郷で抑えることは前提で、そしてはい大谷翔平、最後は最後は大谷翔平なんだけど、違うだろ、その前の中野の一発がなければ負けてただろ。初スタメン出場で2打席凡退が続いて、こいつあかんわって思った流れの8回な、あのホームランでしょう。打ったコースを改めて確認していきましょうか、決して簡単なコースではなかったような気がするんですけども、打ったのはほら
アウトコースのストレートですよ。一番手が届かないところ、よくお前引っ張ってホームランできたなっていうね。絶対打てないでしょ。でもなんか侍ジャパンのユニフォームを着て日本代表の空気をまとったから、中野の本来持ってないポテンシャルが発揮されたのか、もしくは奥底に眠ってる中野の本当のポテンシャルというものが垣間見えてこのホームランが出たのかどうなのか、はっきりとは分かんないですけど、打ったことは事実。ただこれというのはあくまでも一時的な奇跡的な結果ですからね。この成功体験をポジって、じゃあ中野でいいやって任したら当然ひどい目に遭いますから、今後はやっぱスタメンで起用するのは牧原が怪我してる間、また源田が怪我してる間のみですね。なんか予想もせぬ展開がずっと続いたね。今回は岡本和真で打ってくれて、岡本すげーっていう動画しようと思ってたんですけど、当てが外れて岡本打たない代わりに吉田が打ったりとかさ、あとは中野の活躍があったりという予想外な連続で、それは次回以降もきっと起こり続けるでしょうね。次回ロッテ2戦目から物語を再開しお届けする予定です。興味があれば見てね。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。